134キロという表示でした。まあ、やはり前半よりはストレートの速さはなくなってますからね。伸びが少し減ってきているのは確かでしょうね。はい、その代わり変化球のコントロールが良くなってますから。ワンボールツーストライク。インサイド打った、詰まった打球、松井取って一塁転送、ダブルプレー。うまかったですね。いやー、素晴らしいプレーが出ました。盛り立てます。松井和夫ダブルプレー、一瞬にしてチャンスついえました。ソフトバンク6回を終了して2対0、楽天リード。